僕は何が残せるのだろう。なんで今まで会わなかったんだろうね。会わなきゃいけない人には絶対会えるんじゃない。歩くこと、話すこと、触れ合うこと、笑うこと。僕はその一つ一つをゆっくりと奪われた。何のために生きてるか分からなくなって、生きてるのがバカらしくなるんだろうな。僕のいた時間、1月8日水曜夜10時。